およそ1500年の時を超え復元されたこちらの埴輪、大きさもかなりあるんですが、このようないい状態で発見されたのは、西日本でも珍しいということです。復元されたのは、家型埴輪と巫女埴輪です。 久松市の天皇森古墳の発掘調査でおよそ1500年前に作られたとみられる埴輪20体以上が見つかり死などが復元を進めていました県内で初めて見つかった巫女埴輪は両手で容器を持つような姿勢をしています埴輪研究の第一人者花園大学の高橋克久教授によると 葬送儀礼などの時に捧げ物を差し出す重要な役割を果たしていたと考えられ丸い顔の作りなどが近畿地方の埴輪と共通しているということです家型埴輪は正面と裏面で壁の作りが違っていて馬小屋ではないかとされています山口県のこの地方でこれだけの、うん 再現性の高い、えー、作りの上手な埴輪が出産できたことは、やはり天皇・森古墳の被想者の力のすごさを見せつけるものと思われます復元された埴輪は、来月21日から山口博物館で開かれる、山口大公古博で展示されます。